では、同期数列のは、つまり、このような数列において、第n 項まで足した時の答えを求める公式を勉強しましょう。随分大きな値になりそうですね。そうですね。等比数列は掛け算で増えていくので、当然、その合計も大きな値になりますね。この合計を求めるには、とても面白い技を使います。では、公式を作っていきましょう。諸項 A、項比 R の等比数列だとします。項数は N 個とします。まず、項を書いておきましょう。諸項は A。第2項は A×R。第3項は A×R2 乗。第4項は A×R3 乗。あとは、同様ですね。そして、最後、つまり、第 N 項は、A×RN-1 乗となります。これらすべての和を求めるのです。和を S と置きましょう。さあ、始めます。少しややこしいので、しっかり集中してくださいね。まず、この式の両辺に、公比をかけるのです。つまり、R をかけます。左辺は、RS。右辺は、AR プラス、AR2 乗、プラス、AR3 乗、プラス、AR4 乗、となっていきますね。こことここが同じ項になっていますね。これがポイントです。つまり、式から式を引くのです。最後の項は、この R の N-1 乗にもう一つ R をかけるのですから ARN 乗となります。最後の一つ前の項はこれと同じになっているはずです。では、この式からこの式を引きましょう。左辺は S-RS。右辺はこのようにどんどん消えていき、結局、この項とこの項だけが残ります。引き算すると、A-ARN 乗となります。この S の値を求めたいのですから、ここを S でくくると、カッコ 1-R、カッコ閉じる S となります。両辺をこれで割ると、S イコール 1-R 分の A-ARN 乗とできました。分子は A でくくれますので A カッコ1マイナス R N 乗としておきましょう。これが公式です。先生、R が1より大きな数の場合はこの部分やこの部分が負の数になってしまうので式としては気持ち悪いですね。はい、でも、心配しなくても構いません。気になる場合は、この、分母分子に、マイナス1をかけて、このように、R が前になるような式に変えることができます。こっちの方が好きだ、という人も多いです。さて、ここで、一つ注意があります。この公式を作るときに、ここで、両辺を 1-R で割りましたね。ここが注意です。この時、もし R が1の場合、この値が0になってしまうので、等式の両辺を0で割ってしまうことになります。0で割ると答えが定まらないので、数学では0で割ってはいけなかったですね。つまり、ここでは R が1でない場合、という注意書きが必要なのです。では、公比 R が1の場合、等比数列の和はどうなるのでしょう。諸項が A で、公比が1という場合、1をかけても値は変わらないので、第2項も A となります。第3項も A。あとも、すべて A となります。よって、
N 項ある場合は、第 N 項までの合計は、A×N、つまり、AN となります。これも公式として付け加えましょう。